皆さんこんにちは、樋口かなもの紀行です。今回はですね、夏休み企画ということで、ちょっと毎日配信頑張ろうかなと思ってるんですけど、この動画どこで挟まれるかちょっとわかんないんですけど、スチールの仮払い機下取りセール8月31日までとなっております。なので残りわずかなんですね。で、そんな中、スチールの仮払い機のこの機種のことについてやってほしいとか、そういうコメントたくさん様々いただきました。なのでちょっとその機種たちをご紹介したいと思います。ただちょっとね、在庫がないのもあるので、この辺にね、カタログの抜粋したやつ切り抜きを貼ったりとかして、ご説明ご紹介したいと思います。まずはじめにですね、背負い式の仮払い機をご紹介してほしいっていうお客様とかの投稿があったので、ご説明させていただきますね。背負い式の仮払い機、正直当店では、2-3% もないぐらいの販売数になります。と言いますのも、まあ、のり面岩手なので、のり面がないわけではないんですね。ないわけではないんですけど、8キロから10キロぐらい背負い式の仮払い機あります。さらに乗り面で手だけで刈るっていう作業が結構腕にパンパンになるぐらいきます。そうすると、力が欲しいっていう場合であれば背負い式の広背機のもの有効にはなってくるんですけどね。実はこういったハーネスをご紹介している関係で、こういったハーネスで十分ループハンドルとかツーグリップで対応できるっていうことで、そちらの方を買っていく方がかなり非常に増えておりました。で、すいません、このハーネススチールではなくて、スチール今欠品してやってまして、7月上旬だけかな、6月下旬に頼んだスチールアドバンスフォレストリーハーネスも、3つうちに入ってくる、頼んだのが8月下旬になっちゃうぐらいですね。おかげさまで好調な売れ行きで、メーカーの方も欠品しておりました。で、オレゴンの方も欠品しちゃっておりまして、そのパクリというかコピーしたような形のこれのやつであればちょっと在庫あるんで、ちょっとこれでご説明させていただくんですが、こういったやっぱパッドが頑丈なタイプで重量を逃がせるっていうものであると、腕のにかかる負担を逃がせるんですね。で、ループハンドルですとこうやって手で持ってる時間が長くなるんですけど、ハーネスをすることでね、腕にかかる重量をこうやって休むことができるんですね。こういう作業をした後にですね、ただし、腕で持ってる時間になるとエンジンも持つことになるので、まあな重量にはなります。ただし休むこともできるっていうので、これはこれで理にかなってるっていうことで、このぐらいのパワーで足りるっていう方も多いので、正直こちらの方は販売数としては売れてました。あと田んぼの田の黒っていうよく言うんですけどね、斜めになったところをやったりする場合もこういったのでやってる方が多いので、こっちの方は正直売れてました。で、背負い式どうしても手だけで持つのと、あと休むことができないんですね。このようにベルトにかけてだらんと休むことができないっていうのもあって、正直あまり売れてないのは現状です。ただやっぱり、さまざまな特性があるので、スチールの背負い式の仮払い機欲しいっていう方、さまざまな特性があるので買っていただけることもあります。FR131T ですね。こちら脱着してコンビツールを使うことができます。こちらのコンビツールを FR131 は使うことができるので、背負い式仮払い機としてだけではなく、こういったさまざまなチェーンソーだったり、カルチベーターだったり、バリカン、あとブロワー、さまざま使うことができるんですね。なのでこういうのを使いたいっていう方には FR131T 非常におすすめですね。で、 FR235、非常にハイパワーなモデルで安価な価格で出てきました。
この FR235 が出てから今年非常に大変うちも販売数が増えました。FR235 ただし重いです。正直手だけで持ってる感覚でいくとこのループ式の仮払い機持ってるぐらい重いんですね。なのでどっちを取りますかっていうところなんですけど、やはりナイロンコードでやりたいんだ、粉砕していきたいんだっていう方、 FR235 についてくるナイロンコードからですね、かなり大型のナイロンコードになりました。すいません、外観だけではわかんないですよね。このぐらいでかいんです。巻き取れるメーター数もかなり増えておりました。なので、ナイロンコード結構頻繁に使われるよっていう方、非常に大きいやつを回せる能力ありますし、さらに C26-2 よりですね、太いコードを巻けるっていうので、かなり、マニアの方には、ナイロンコードが大好きな方には人気のモデルとなってましたね。で、そういった観点からはですね、 FR235 重いんですけどパワーで買ってきたいっていう方には非常に人気のモデルで安価に なってますので、4万5000円ですね。なので非常に人気です。非常に今シーズンですね、ナイロンコードやはり増えてきておりまして、ナイロンコードでやりたいんだ、だからハイパワーな機械が欲しいという方も増えてきてまして、当店在庫しているのがですね、 FS120、FS250、FS100、FS131、FS240 になります。こちらの FS311、在庫してないのって聞かれるんですけど、ちょっとそこも含めてご説明したいと思いますね。FS311、なぜ在庫しないで販売してるかと言いますと、FS311 は非常に、マニアックな機種になっておりました。と言いますのも、カタログ見ていただければ分かるんですけど、使用できる刃物が限られてしまうんですね。と言いますのも、スチール純正の、穴径が 20mm のものに限られてしまうんです。なのでホームセンターとか市販で売られてる 25.4 のインチ径の穴径の刃が取り付けられないんですね。なのでちょっと、ナイロンコードとか、シュレッダーナイフとか 20mm の穴径の専用のモデルであれば取り付けることができるので、それをご了承したいただいたお客様にご購入いただくという形にしておりました。なのでちょっとマニアックすぎるんでね、在庫しても年に1台も出てないのが正直なところなので、ちょっと当店では在庫しておりませんでした。ただメリットもあります。手に来る振動が少ないんですね。手に来る振動が少ないので、重量はあるんですけど、上位機種の中で一番手に来る振動が少ないので、長時間作業するにあたってハーネスさえしっかりしてれば手がしびれることが少ないっていうのがFS311 になります。で、このカタログスペックで見ていただきたいんですけど、よく勘違いされるのが FS311 が一番高いことで、一番力が強いんじゃないかって思ってる方多いんですね。実は違うんです。 FS240 が日本で販売されている中では一番力が強くなります。 37.7cc で 1.7kW です。これエンジンが2ミックスエンジンという相乗装置型の排ガス規制クリアしたエンジンになります。 FS311 は4ミックスエンジンといって4サイクルのエンジンになります。で、36.3cc の 1.4kW。 実はこれ FS131 と同じタイプのエンジンなんですね。なので FS311 が値段が一番高価だから一番エンジンが大きいというわけではないです。ちょっとこれね、勘違いしてご購入してしまう方も多いので、見てるとですね、お話しされるの方とか他の方の話聞いてると、一番大きいと思って買ってしまってる方多いんですけど、 FS240 がスチールの中で、国内で購入できる中で一番大きい仮払い機になります。 FS240 ですね、が一番力の強い仮払い機になります。で、ホーミックスエンジン、非常に音が静かで、2ミックスエンジンに比べるとですね、静かで燃費が良くなっております。なので利点があるのでね、そこでどちらがいいかっていうご判断していただければと思います。
なので当店ね、ナイロンコードでハイパワー機が欲しいとかそういう方向けには、FS240 まで在庫しておりました。で、値段が安価な方がいいよっていう方はね、 FS120、FS250 とありますので、ぜひね、こちらの方を購入してみてください。で、FS111、すいません、 FS100 前のモデルが在庫あることでちょっとまだ在庫を取ってませんでした。 FS100 今特価販売で行っておりますね。ラスト1台ですね。ぜひ、30cc クラスのナイロンコードでいいんだっていう方、ぜひ、見に来ていただければと思います。といった、ナイロンコードに適したモデルたちのご紹介でした。いかがだったでしょうか。スチール下取りセール8月31日までですので、ぜひご検討してみてください。で、今回ね、ナイロンコードのに適したモデルを中心に背負い式とかもろもろご紹介させてもらいました。で、それ以外の方はね、概要欄の方に前回の、ご紹介した動画リンク貼っておきますので、そちらの方も見ていただければと思います。FS311 と、FS240 の違いなんかもね、ご紹介したように、そのように FS311 が一番力が強い仮払い機ではないんだっていうところでね、見てご検討していただければと思います。ナイロンコード本当非常にね、今シーズンナイロンコード使っててやっぱりパワーがなきゃダメだっていう方、ご購入いただくことがかなり増えたんでね、これも YouTube の効果のおかげかと感じております。ぜひね、機械のこういう作業をしたいんだけど、どういう機械を買えばいいっていう方、ご相談にいらしていただければと思います。今回の動画良かったなと思いましたら高評価をお願いいたします。チャンネル登録まだの方、チャンネル登録お願いいたします。それではまた。